民落とし最大の被災地であるオーストラリアに連邦軍のモビルスーツテストを行っているトリントン基地があります。これは最高機密事項に属するのですが、この基地には南極条約で使用禁止となった核兵器の貯蔵施設があるようです。キャリフォルニアベース攻略船にて配送中のジオン部隊の中にはオーストラリアに逃げ込んだ部隊もあるため、警備体制を強化する必要性が出てきました。今回のミッションは基地守備隊の補強が完了するまでの間の核施設防衛が目標です。敵は施設の存在を知らないはずなので無差別に攻撃してくる可能性があります。もし戦闘が起こった場合はくれぐれも核施設への被害に注意してください。ミッション内容を考慮して搭乗するモビルスーツを決めてください。モビルスーツ隊発進。隊長、食事の時間までには帰ってきてくださいね。敵機動部隊接近。核貯蔵庫を死守し敵を殲滅してください。よし、さっさと片付けてしまおうか。俺はやりますよ。やりますとも。
帰還してください。隊長、無事で本当によかった。向かうところ敵なしって感じですね。結構やるじゃない。モビルスーツもパイロットも無傷が一番だね。すごいわね。司令も私も鼻が高いわ。何かご褒美考えなくちゃね。